やりすぎた。ん？やりすぎた。いや全然やりすぎじゃないでしょ。だってこれ500円、全部で500円とか。確か。うん。うなぎ食ったし、ね。うなぎすごかった。うなぎ食えるとは。でもサイゼリアか鳥貴族でも選べるっていう。これから映画見に行ったらどっちも1000円以下で2時間は入れる。うん、2時間入れるな。ただまあ鳥貴族はちょっとね、誤解があって俺ら唐揚げしか頼んでないから。でもそれでも700円じゃん。唐揚げ1つとビールを2人2杯ずつ。そのビールっていうのはでかいんだよね。淡麗大っていうのがあって、普通のビールキリン一番搾りと淡麗から選べる、うん、で淡麗は大なの。すごいじゃん。安かった。投資も取らないんだよ、それで。290円でさ、600ミリぐらいのやつ。あれでもお通し分は？だからお通しもないの。うん、取らない。そういえばないか、うん。俺ら全然頼まなかったもん、なんか嫌な顔もされなくて、俺は使えるなって思ってて。これで連絡が来ねえっていうことは面接行かなかったってことよ。そういうことなの？かも。